こんばんばは岡田斗司夫です。えー、どうもどうも、あ大丈夫、音出てないと言ってる人がいるけど、ね、大丈夫ですね、はい、皆さん、えー、おされ T シャツ、あおしゃれ、<laughs> ありがとうございます。えー、これは、あの、なんだろう、カーズに出てくるですね、えー、っと、あの、なんだっけ、カーズへ出てくるのは、スポンサーやってる、あの、ディノコっていうですね、 あのオイルメーカーですねチャンピオンの,あのなんだろうスポンサードしてくれてる企業でですね、まあ、あの主人公のです、ね、ライトニング・マック,クイーンはです、ね、このディノコにいつかスポンサードしてほしいと思っているという憧れのところなんですけども、まあ、あの前回ですねこのディノコのオイルでドリンク飲んでたんです、ね、これ何かというふうに聞かれたんで、まあ、あのカリフォルニアで買ってきたもう一つの土産がですねこのディノコの,、ねえー、の T シャツってあります今日はなんかこんな感じでこうゆるゆるあのぼんやりとやってみたいと思います。 えー、ではではですね、そんなのがあったっけまあ、覚えてないよね。えー、とね、カーズでね、なんかあの、主人公がですね、いずれはあの、俺は、あそこのスポンサーで受けたいぜって言って、ヘリコプターにも乗りたいぜって言ってるやつって、なんとなく覚えてないかな。<laughs> あまりにマイナーだからダメかな。<laughs> えー、長谷川大炎上ですね。はいはい。まあ、それの名前は、なんかリクエスト来てるみたいなんで、話すかもわかんないです。今日はあの、貧困問題ということですね。 貧困問題を語るにはですね、まあ、あのちょっと今日これの T シャツ着てるのとかこれ置いてるのと関係してるんですけれどもですねアメリカを語るところからです、ね、補助戦として始めていきたいと思うんですね。なんでかというとですね僕が思うに貧困っていう概念そのものがアメリカから輸入されたものだと思ってですね 実は貧困というのは輸入の概念ではないのかなとあの明治時代にですね恋愛という概念が輸入されたようにですね実はその江戸時代まではですね日本には情というのがあったんですねつまり男女が恋愛することは情を通じるというのがあってですあったんですけども恋愛という言葉は明治時代の発明なんですよねでそれと同じように貧困っていうのもですねまあ,あの発明とまで言いませんけれども戦後民主主義と一緒にですね日本に なんかその持ってこられた概念ではないかなというふうに思いますのでですね、まあ、そういうふうな話をしていこうと思います、えー、さてさてうん今日は競馬で放送事故みたいなものがあったあったのか知らなかったな情と恋愛は違うのかうんそうですねあのね恋愛の、まあ、恋愛の話をするつもりは今日はないんですけど恋愛のお互いを知って でなんかこう相手の内面性に惚れるっていうのはです、ね、情の世界じゃないんですね。っていうのは近松門左衛門のですねその 一連のジョリとかかかであるからかるらわようにです、ね、日本人にとっての恋愛観のベストは一目惚れであってですね相手の内面を知って尊敬してっていうです、ね、西洋主義的といいましょうかです、ね、フランス文学的な恋愛というのはです、ね、江戸時代にあまりないんですねそんな無作法なことはしねえよとそうではなくて、あのー、何か感じ合ったものが一目で結ばれ合うのが情であってです、ね、それが日本人の恋愛観の、まあ、恋愛外というのは変ですけど、まあまあまあ、あの江戸時代。 までの概念だったので,です、ね、そこら辺でだいぶ違うもんだなと。で同じように貧乏と貧困も実はだいぶ違うもんだと思いますけどまあ今日はその話をゆっくりします。あのまずまあ枕みたいなもんなんですけれどもですねあのー、この間あの村上隆とですねあの食事会、えー、先週のですね何曜日だったかな木曜日だかにやってきましてですね、えー、まあなかなか苦しかったんですよ。なんでかっていうと、僕はあの実は今、 フェイスブックの方には書いたんですけど右足のですね中指足の中指をですね骨折してましてあのアメリカに行った時にですね 今回です、ね、アメリカで現地であの日本から一緒に行ったです、ね、おもちゃのディーラーさんたちとですね、えー、移動してですね僕がナビやって iPhone を持ってですねこの道右左ってやってるんですけどもあの運転してたムーミンさんっていう人がいるんですけども <laughs> ムーミンさんっていう人がもうみんな当日まで知らなかったんですけどついこの間国際免許を取ったばっかりで日本でもこの1年運転したことがなかったんですよ、ね。で <laughs> そんんなこととはは知らずに運転はムーミンさんがすると思って。みんな 安心しきって、僕は僕で iPhone あるから、まあ、ナビ大丈夫だというふうに思ってて行ったらですね <laughs> まあムーミンさんはですねまあまあフリーウェイに入るところでパニクるしですねえら <laughs> い騒ぎだったんですよ。であのー で一泊目に泊まったホテルでみんなで一斉にパソコン開いてノー,トでです、ね、ノートパソコンで,です、ね、アメリカで運転ってそんなに難しかったっけって調べたらです、ね、アメリカ人でもロサンゼルスのフリーウェイは怖いって書いてあってです、ね、<laughs> そんなところに国際免許を取り立てのムーミンさん日本でもほとんど実は運転してなかったんだけど免許があるというだけの理由でその5人のパーティーの中で唯一免許を持っているムーミンさんにです、ね、<laughs> 運転させるというめちゃくちゃなことをやって。で 最終日ですね。もうギリギリでなんかこうかなりね運転慣れたんですよで僕もナビに慣れて最後ラスベガスからロサンゼルスってダーッと直線でもですね5時間ぐらい4時間でねよくあの旅行に加藤に書いてるんですけどもそんなもんね4時間とかで運転できるはずなんですよねそれがダーッと帰ってきて、ね、で,で最後の日の夜にあの誰だったかが「 クルーズコントロールっていうボタンがあるぞっていうのを発見してそれ何かっていうとアメリカのねあの普通の車にあるんですけどここのハンドルのところにボタンがついてて時速60マイルとか70マイルとか好きなスピードのところでコンって固定できるボタンなんですよでこれの存在を知らなかったもんだからムーミンさんその日までになんか右足がパンパンにいわゆる高速道路でアクセル踏んでバーッと走ってたもんだからです、ね、右足がパンパンになってしまってもう運転できないって言ったんですけど最終日の前夜にや やっと、クルーズコントロールボタンっていうのを発見して「登るそんなにおかしいから <laughs> 知ってたのクルーズコントロールボタン <laughs> みんな知ってたんだ <laughs> いやでそれ俺ら誰も知らなくてなぜ免許持ってんのがムーミンさんだけでで他はみんな持ってなくてムーミンさんも日本でもう本当にろくに運転してなかったのででクルーズコントロールボタンがあるから帰りはかなり楽だったんですよで油断して僕が ロスラスベガスからロスまで帰る時にハンバーガー屋があるから寄ろうって言ってなんかこうあの神戸牛バーガーという神戸なんだっけ牛バーガーっていうなんかアメリカの店があるんですよでそこがえっ、ー、とイエップっていうですねあのアメリカの食べログみたいなやつを見たら。 かなり点高かったんで、よし、ここに寄ろうって、ガーッと寄ってハンバーガー食べたら、そしたらなんかこう、時間に余裕がなくて、12分しかない。で、12分で注文して、ハンバーガーガー,ガーッと送って、もうこれで、あとロサンゼルスのハーツに、あの、空港のハーツっていうレンタカー会社に車返すだけだって言って、僕が助手席に乗って、カーナビ持ってますから、ドアをカーンと閉めた時に、ドアで右足をガチャーンって挟んでしまって、痛えって思って、で、大丈夫と思ったんですけども、もう本当に痛くて。で、 ハーツでレンタカーで返すときに車から降りたらですね。 めちゃくちゃ痛いのに気がついて、そっからもう僕は抱きかかえられて、航空会社へ連れてかれて、デルタ航空だったんですけど、デルタなんてもう一生乗らないって決めてるんですけども、<laughs> で、デルタで車椅子に乗せられて、マジで、車椅子に乗せられて、デルタで席まで連れてかれて、で、日本まで飛んで帰って、もうだから本当にトイレも行かずにずっと座りっぱなしですね。で、日本に着いたら日本で空港でまた車椅子でタクシー乗り場まで連れてかれて、タクシーで吉祥寺まで帰って、で、翌朝、 あのこれはあんまり痛いからと思って整形外科行ったら「ああレントゲン撮りましょう」と言われてすげえ腫れてるもんだからでレントゲン取ったら見事にです、ね、指が折れててです、ね、まあまあまあそんな状態で、えー、先週ですねその事故から1週間後、えー、村上隆にですねも、まあ、うほん本当に1か月近く前から誘われてたんですねご飯行きましょうって。で「あの海洋堂のです、ね」の線も読みますからあと「 あのまあまあ、まあ、この話の発起人であるです、ね、熱風っていうです、ね、ジブリの雑誌の編集長の額田さんという人も呼びますからということで4人で飯食いに行ったんですよ。で内容は何かっていうと村上隆がですね「あのいやもうシン・ゴジラ」の評論で。 すごい感動したから岡田さんから次回に「シン・ゴジラ」の話を聞きたいっていうですねわけのわかんないお前はそれでも世界の村上隆史かって思ったんですけど私し村上隆あの、えー、ニコナモのですねあのこの,あの限定会員ってありますよね「ブローマガチャンネル」あれに入会したそうですで今入会してですね今毎日のように岡田さんの話を聞いてますと毎日のように聞いててあの先週はフランスで聞いてましたというかんで,でって言ったら今もう話 話聞かないと寝れないんですよいやついこの間のアメリカからの放送すごかったですよね面白くないんですけど何か面白い気がしてっていうすごい失礼なこと <laughs> <laughs> なんて「失礼なやつだと思いながら、まあまあいいや、いいやと。ハハ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 ハでハハ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  海洋堂の専務とそのぬかたさんという3人はですねもうアンチグルメなんですねもう一番好きなのがハンバーグとかカレーとかそんなので,で3人ともお酒飲まないんですよだから村上隆が予約したですねその超豪華な西麻布のあのイタリアンのですね地下の個室みたいなところでですねもう もうそのレストランの偉い人がどんどん来て食材とか魚とか肉とかを見せてこういう調理法をしますこういうふうな調理法もできますよっていうねなんかねなんだろ <laughs> そんなの来ても俺たちはとりあえず安全そうな,なんだろういかにもファミレスで置いてそうなものばかり注文して専務 <laughs> パストの説明された時専務はちっちゃい声で「うんナポリタンでもええのにな」とかちっちゃい声で専務いてて「専務かわいい」とか。 これちょっと燃えたんですけどもですね。で、えー、村上さんがやっと来たら村上さんも酒が飲めなくてです、ね。もう本当に4人とも酒が飲めないで,です、ね。<laughs> だったら最初から虹アダムのイタリアンとか予約せずになん <laughs> だろう。お好み焼き屋がどっかでいいのに。<laughs> <laughs> で、何でも、何でもできますよって言うから、じゃあ専務がハンバーグできますかって本当に言ってですね、全員でハンバーグ頼んだっていうですね、いや、そのね、イタリアンのレストランのハンバーグうめえんだよ、これが。超一流のシェフって何でもできるよねっていう。うまかった、うまかった、すごいうまかった、びっくりした。 そこでですねまああの今も多分だから村上さんもうね今「ニコ生」は日曜日の夜8時時間あけて生で見てるって言ってたから。<laughs> 多分村上隆これ見てるよ <laughs>。すげえな。であのでまあ真田丸も岡田さんのなんかこう影響でって言ってたからなんか見出したって言って「真田丸いいですね」ということで「田いやさだまいいよね」って言ったら一人見てない人がいたんであの真田丸の良さを「あぬかたさんだぬかたさん見てなかったんでさだまるの 何がいいのかというのを先週のですね、えー、なんだろう演技とですね構造というのを解説してたんですけどまあこれは本編に関係ないのであの後半の限定の方で話しますね真田丸の話は。でそこでですね村上さんが言われたのは岡田さんの所属してるそのアメリあのオタク第一世代ですねオタク第一世代というのはアメリカになんかすごい憧れがありますねっていうふうに言われて。 あのまあ、そういえば2コーナーまでもです、ね、コメントで「この間、そのアメリカ好きですね」とか「大好きですね」っていうふうに書かれてああそうだなと思ったんですけどでアメリカが好きかどうかというふうに聞かれると、まあ、あの所ジョージさんがですねすごい好きですあの人はアメリカであの世田谷ベースっていう場所があってそういう番組もあるんですけどああいうのをたまに見たらですねああなんかこういう人こそ。 アメリカが好きというのであって、「俺なんかまだまだって思うんですけどもそれは多分村上隆に言うところのですね「俺なんかまだまだオタクじゃありません」と同じようなもんだと思うんですよ。で所ジョージのアメリカ好きを見て「俺なんかまだまだ」って言ってる時点でそれはもうそういつはアメリカ好きなんですよね多分。<laughs> でまあ多分好きだと思います。であのー で僕のアメリカ好きはです、ね、これあのちゃんと貧乏の話に繋がります。す。大丈夫です <laughs>、えー、あのアニメが好きになったのでその結果日本文化が好きになってしまったアメリカ人っていう,うによくいるじゃないですか。あれと同じですねこう SF が好きだからその結果アメリカが好きになっちゃったというのに割と近いんですよね。でまあ,あのアポロ11号とかですねそういうのを子どもの頃です、ね、見てたわけですよ。 小学校5年ぐらいだったかなアポロ11号が月着陸したの。で、えー、月にいたアポロ11号がです、ねまあ、地球に帰ってくるわけですね。で地球に帰ってきてで最後のカプセル宇宙船がです、ね、大気圏突入して太平洋に着水したのがです、ね、アメリカ時間太平洋時間ですねハワイの沖ぐらいに着陸したと思うんですけどそれのです、ね、午前6時ぐらいなんですよ。 でハワイの時間で午前6時っていうことはもう日本でいうと深夜の1時か2時ぐらいだったと思うんですけども僕はその宇宙少年だったもんで小学校5年の時の僕はテレビでですね深夜放送でもうあのアポロ計画の最後の締めくくりですねさてアポロ11号のカプセルは無事に地球に帰ってこれるのかっていうのを生放送でずっと見ててそしたらなんかカプセルが。 落下山が開いてで、えー、ヘリコプターが飛んでいて着水していることが確認できてってで、えー、なんかアポロのなんか乗組員ですよねあのニールアームストロングとかですねあのバズオールドリンとかそういう奴らを回収しているのを見てそれがもう深夜の一時二時なんですよでこれから寝なきゃいけないとで日本はこれからどんどんまあまあもう深夜暗くなってこれから俺たち寝なきゃいけないのにアメリカという世界は 今考えたそれはもうただ単にハワイであって太平洋なんですけどアメリカという世界はこれから夜が明けて朝になって一日が始まるんだって俺たちはこれから小学生で寝なきゃいけないのにあっちはなんか明日の世界が始まるんだってなんかねただ単に距離のの問題なんんだけども、それを時間の関係みたたいに捉えたんですね。僕たちは昨日の世界にいてアメリカには明日の世界があるっていうのを本当にその時こうマジで感じたんですけども。 だからなんかねあのそういう SF の憧れとか宇宙計画とかそこら辺からの憧れ明日のの世界みたたいなものから始まったんですよだからアメリカに行くとです、ね、あのいかにもアメリカらしいサンドイッチを食うわけですよねいかにもアメリカらしいハンバーガーを食べて「わ!ー」とか食べるんですけどもでも住もうとは思わないんですよね。住んでみたら。 まあ、結構不潔だしですね。<laughs> あのー、なんだろうな、匂いもなんかこう、結構えぐいところがあるしですね。<laughs> あんまり快適とは言えないんですよ。<laughs> そういう環境なんでですね、あんまこう楽しくないんですよね。なのでな、なんだろう、あの、好きは好きなんですけども、えー、その住もうと思わない。たまに行って浸ってっていうので、多分コミケみたいな場所なんでしょうかね。コミケに住みたいという思う人はいないのと同じようにですね、あのー、たまに行って自分が。 あ、俺オタクなんだとかです、ねあの、秋葉に行ったりコミケに行ったりしたら自分の貴族感みたいなものがありますねだからといって住みたいようなところではないというのと同じようなものだと思います。でロサンゼルスにですね結局行ってビルド・トモア・ホテルっていうホテルに泊まってですねチャイニーズ・シアターに行ってきたんですね。であのみんながです、ね、あの先々週見たです、ね、僕の,あの、 アメリカからのです、ね、深夜の放送っていうのはビルトマーホテルっていうところからあのやったんですけども、えー、歩いて近くにはですねブレードランナーのロケ地でも有名なです、ね、ブラッドベリービルとかがありましたであの,あの先々週の放送でですね僕あの、えーまあ、安いホテルなんですよって言ったんですけど確かに安いんですよ HIS でですね探したんですけどビルトマーミレニアムビルトマーホテルってですね1泊9,000円なんですよね。でも あのめちゃくちゃ格式があってですねもともとアカデミー賞のアカデミー協会の発起集会があったところであってで第1回第2回で第多分10回ぐらいまでビルトモンホテルでアカデミー賞 やってたぐらいのです、ねえー、格式あるホテルで,です、ね、ゴーストバスターズとかビルバーリー・ヒルズ・コップとかです、ね、あとインデペンデンスデ・デファイト・クラブオーシャンズ・イレブンスパイダーマンでドリーム・ガールなどのロケに使われたというですね <laughs> あのすごいゴーストバスターズなんてニューヨークの舞台なんですけどあの最初にゴーストバスターズが受注して、えー、っとあのバックパックを背負ってですねゴーストを倒しに行くホテルありましたねあれがそのビルトマホテルなんですよね。 あのまあ、そういうふうなところにも、まあ、今は9,000円ぐらい泊まれるんでですねなかなかいいなと思いました、えー、すいませんで、ね、関係ない話は延々してで <laughs> どうしようかなもうすいませんもう少し前振りがありましてですね <laughs> まだ18分だから大丈夫だと <laughs>。であの前,前々回のですね放送で。 えー、これからです、ね、ローズボールというあのパサデナにあるアメリカの最大のフリーマーケットに行っています。買い物しますよというふうに言って、まあ、ここにこんなの置いてるからですね。まあ、話の流れからいきゃこれをです、ね、あの <laughs> ローズボールで買ったのかということになるんですけど違うんですねローズボールね行ったは行ったんですけどもです、ね、あんまり、ね、いい買い物なかったんですよ。僕が、ね、その中でで。買ったのってわずか2つ,で1つが あのー、この飛行機のついてる綺麗な色のカンカンとですねもう一つがですねめちゃくちゃちっちゃいブリキのですねあのタンクローリーシャこれ色が綺麗なんで買ったんですけどまあこれぐらいしかですね買うものなかったんですよ。 実は、20万円持ってです、ね、ったんです。20万円を全部ドルにしてローズボールの中でクレジットカード使えないから現金で持ってけっていうふうに言われたんでですね、えー、もう20万円持ってたんですけど俺は20万円だったんですけどもムーミーさんをはじめとしてです、ね、そのバイヤーの皆さん皆さん生活がかかってるからですねまあ、まあ、もっと桁違いの金を持っていくわけですで案外みんなあの当たりが少なくてですね、えー、苦労してました俺は別に20万円持ってて結局2万円も買わなかったんですよね。あの これとこれとでですね1,000円ぐらいしかつかなかったんですけどもええー、みんなですねなかなかあのあっこなんかローズボールって言ってもですねだだ広,広くてですね物を探すのも大変だしですね日本に簡単に持って帰ってパッと売れる処分できるようなものっていうのは案外少ないなというふうなことで、まあ、結構いろいろ大変だったんですけどもですねええー、途中のですねガソリンスタンドの方が 面白いものがあったんですよ。このでっかいですね、あのユニオンパシフィックのですね、えー、列車のですねおもちゃですよね。まあ、こいつがこれね本当にね接続悪いからボタンを押してもねあんまり聞からないんですよね。これはいいです。この音はいいですよ。この音はいいけどですね途中でですねこれ変ですよね電車から鳴るの。<laughs> この音は電車から鳴るの変なんですけどもですねまあ大雑把な模型だからいい方ですけど。 <laughs> ええー、まあ,あの途中のガソリンスタンドでこれ買ったんですよでガソリンスタンドの方が実はいいものがあってですねこいつもそうなんですけどもあとですねえー、っと。 ヒラリー・クリントンとですねあとあのトランプさんのですねこのミントのセットっていうのを買ったんですよね <laughs> このねミントのセットがねなかなか良くてですね両方とも悪口なんですよ写真もいいんですけどまずこっちのヒラリーさんの方はですねヒラリーとは書いてないんですよえっ、ー、とモニカ・ルインスキーの元ボーイフレンドの妻である <laughs> オバハンって書いてるんですよね <laughs> 1割 <laughs> で、<laughs> こっちのですね、トランプの方はですね、あの、We shall overcome つまり我々を克服するとか我々を勝利するっていうのがトランプのですね、えー、実はキャンペーンのゼリフなんですけど、これ、オーバーコムって書いてありますよね。 これは最後のオーバーカムの一文字だけ書いたんですけど、これはどういうふうな意味かというと、我々は頭に櫛をかけるという意味ですね。トランプの髪型をからかった言葉でですね、これをミントにしてですね、こう、売っててですね、その他僕の大好きなですね、アドベンチャータイムのトランプをですね、売ってたりですね、なんかあっちのガソリンスタンドの方がお土産として豊富だったんで,ですね、一番いい買い物を、あの、コンビニ、てか、ガソリンスタンドでできたなって、あとね、 あのこれあのガム島で買ったんですけどだいぶ前に買ったんですけどパックマンのですねあのこれもやっぱりミントなんですよでこれパックマンのゲームセンターのゲームの筐体なんですけどもですね えー、実はこれと対になってるですねスペースインベーダーのゲームの筐体のですねミントをですねのガソリンスタンドで見つけてやったとひょっとしたらこれがもっとこの世の中にはあるかもしれないけどとりあえず2つ見つけたんで,ですね今後海外へ行くたびに俺はこのミントを探そうというふうに決意しましまた。まあ、そうですねでえー、っとまあ一番嬉しかったのがですねちょっとこう手元アップばっかりになるので注意してね。 えーとね、マッチブックのセットなんですよね。まあこれはですね、まあ、普通あの昔のディズニーランドのマッチブックです。マッチブックというのはこういう風になってて、まあ、中にあのマッチが入ってるやつですね。で、この裏側にも印刷しているものが大変多いんですよ。で、このディズニーランドのですねマッチブックは裏がですね、ちょっと止めてこうか えーっとモノレールなんですね。なんです、ね、で,なんで嬉しくて買っちゃったんですけどもですねその他に買ったマッチブックがですね例えばこれあの飲み屋さんのですね、えー、マッチブックなんですけどもちょっとアップでお願いしますね中開くとですねこんなふうにですねマッチの軸一本一本にですねまあダンスしてる人とか音楽やってる人がですね こういうですねマッチの軸自体に印刷してるのがですねまあ本当にこにおしゃれでいいなと思ってですねで他ないのかなと思って探したらですねあと2つありますマッチブックこれあのマッッチブックなんですよ。アップルのるにはこう近くに持ってた方がいいのはいこれ以上寄れないはいはい、えー、なんですけどもですね このボウリング場のですね、えー、マッチブックは開けるとですね、まあそうなんですよ。ボウリングのピンがこうずらりと印刷してあって、いう、うおしゃれですよね。あの、で、この上のおじさんの顔もなかなか好きなんですけどもですね。<laughs> 最後の1個です。この位置だよね、えー。これですね、あの、飛行機会社のマッチブックなんですけどもで、飛行機会社のマッチブックで、その飛行場のですね、レストランの 配ってるなんですよね。なのでレストランなんですけどもこれ開けるとですねカラーでですねあの飛行機がです、ね、こう印刷されてるとでまあこれがですねあの1つ5ドルぐらいでですね途中のアンティークモールで売ってるのを見つけてるおおとまあ,あの普通のです、ね、ガソリンスタンドとかです、ね、アンティークモールっていうのがよく向こうにあるんですけど、そういうふうなところで買う方がいいやと思って。で あのまあこれが一番嬉しかったんですよでこういう生活のどうでもいい本来だったら使い捨てにするようなマッチにですねいちいちマッチの軸に違う絵を印刷しちゃうっていうのがですねアメリカの豊かさだなというふうに思いましたで豊かさっていうこういうですねその豊かさという概念っていうのはまああのアメリカであったんですけどもまあ日本もですねそれなりに豊かな社会だったんですね特に、えー、江戸時代というのはですねあの僕が聞いた話によると なかなか豊かなな豊だったみたみいです。なんせ江戸の町っていうのは庶民の失業率っていうのがですね70%から80%。どういうことかっていうとですね武家社会ぐらいなんですね固定的な収入があるのが。でそれ以外のですね庶民っていうのはですねみんなその日暮らしの仕事をしていて一応職人さん仕事をしてるんですけど全員がフリーというかですねなんかそのあの。 だろう固定された仕事でではないんですね。その場限りの仕事ですぐクビになったりというのもあるけど自分で辞めちゃったりというのもあるので,です、ね、今の計算法で,で、ね、失業率を換算すると7割から8割ぐらいが失業者という扱いになっちゃったそうです。でたい、思いついたらです、ね、その場で、えー、その仕事をでっち上げる。例えば えー「子供が生まれたらおめでとうございます」っていう歌を歌うという仕事を思いついたら紙にですねでっかいです、ね、おめでたい神様の絵を描いてです、ね、それを着るという、まあ、コスプレですねでそれをやってですねふわーっと行って子供が生まれたっていうこの商店のうがあった商店のところに行って「おめでとうございます」たこうやるとそしたら、まあ、周りの人が喜んでそうすると周りの人にウケてるもんだから商店の主もほっといたら、まあ、なんか自分が恥をかくというかですねまあ行きというか。 あのちょっと野暮手になっちゃうわけです生き,生きてないなと。なので出てきて「ああありがとうありがとう」とうって逆手っていうかなお小遣いみたいなものを弾むとそれで何軒か回ってお金をもらったらですね「ああもう」って言ってもうその服を脱いじゃうんですねまあ、破って捨てちゃったりもしくは隣にいるやつにあげちゃったりするとでもう今日1日分稼いだらもうそのお仕事を辞めちまってもしくはもう23日分お金がもうそれで手に入ったらそこから先全く働かずにというのを暮らしてたと。 まあこういうことができていたのがですね。まあ、江戸の町なんですね。つまり失業率は高いんだけども、暮らしは豊か貧乏だけど、暮らしは豊かですね。浮世絵なんていうのはあれ？あの当時包み紙になってたっていうのはよく言われてるんですけど、つまりあのなんだろうな。瀬戸物とか買った時にですね。紙でパッと包む時に白い紙じゃなくて、ね、浮世絵で包むっていうのは当時流行ってたんですね。僕が一番面白いなと思ったのが。 シールブックというのはですね、江戸時代にあってですね、何かというと、結構ね、でっかい紙にですね、浮世絵がこう、 いろんんなサイズのやつが印刷してあるんです。それは何のためかというと障子とかが破れますよね子供とかが穴を開けたりして。でそういう破れた障子のところにですねこのシールとして貼るやつっていうのがあったっていうんですねつまり、えー、障子が破れたらその浮世絵の柄のところを適当なサイズのやつを切って貼るとそうするとうまいこと破れた障子なのに桜がこう散ってるとかですねボタンが咲いてるみたいな柄になってこれは粋だねというふうな感じになったっていうですねあのこういうですね豊かさがあった。 でも明治維新の後、ですね日本がやったのがですね富国強兵っていう政策ですが、まあ、まあみんなも小学校とか中学校で習った通りですよねつまり日本っていうのはですね江戸時代は。矛盾してますす。よね。豊かだだけけど貧乏だったわけですこういう浮世絵の文化とかですねその日暮らしとかをできるぐらいの豊かさがありながら貧乏だったので富国強兵っていうのをやるしかなかった組を飛ませて、えー、兵隊を強くするっていうことですよね。 でただこの豊かだけど貧乏っていうのはです、ね、都市部特有の現象でもちろん日本でもですね青森とかです、ね、そういうふうな所に田舎に行くともう本当にマジで貧乏だったわけです。で世界中でですねこの都市部では豊かだけどあの貧乏という現象あったみたいで、まあ、パリでもロンドンでもニューヨークでもホームレスとか売春婦なのに。 だろう社先週のですね「クレイジージャーニー」でもです、ね、あの丸山ゴンザレスがですねラスベガスの地下スラムをですね、えーえー、レポートするというのをやってまして僕見たんですけどもですねあのラスベガスのです、ね、地下水路に住んでるホームレスの夫婦みたいなやつがいてでその奥さんの方がですね 本当にホームレスなんですね。働いてないんですけどもこれもやっぱりその「スマホの充電どうしてんの?」と言ったらいやあのラスベガスのマクドナルド行って w i f i つないで,でマクドナルドに行って充電するというふうに言ってたんで,ですね。ほぼその都市部ではですねんだろうなホームレスといえどつまり貧乏といえど豊かな暮らしができるっていうのがまあその。 当時の江戸時代もそうでしたしあとパリの,あのサロンが、えー、いっぱいあった頃だからですね18世紀から19世紀じゃあじゃあ19世紀から20世紀のパリですねもうありましたしロンドンでもあったというわけであります。でまあこういう話ですねつまりアメリカでですねこういう生活のものの中にすごい豊かなものがいっぱい作れたり使えたりした時代あと日本だったらその 浮世絵とかをです、ね、生活の中に入れられてでその日暮らしができたいわゆる貧しいけれど貧乏だけど豊かな暮らしができた時代っていうのがあったんですけどもですねあの貧困っていうのはどこにあるのかなっていうのが、まあ、今回の話なんですよね。 アメリカからのレポートです、ね、僕はあのシンプソンズランドに行ったって話をしたんですけどもであと YouTube でも公開したんですけどシンプソンズランドというのに行ってきたんですねで、えー「モー」の店がですねちゃんと「シンプソンズ」ってアニメの中に出てくるなんだろうみんなが行ってる飲み屋で「モー」の店」っていうのがあってでそれが本当に再現してるのを見て感動したんですで、まあ、あのまあ結構行ったのもですねそのおもちゃ好きおもちゃのバイヤーのおじさんたちだからシンプソンズ知ってるんで「うわモー」の店だってみんなで感動したって言って。 感動したという言葉を使ってたんですよね。でも、本当の感動というのは、そんなもんじゃないなって、後で分かったんです,よ、えーとですねあの。ユニバーサル・スタジオに行った次の次の日ですね。ラスベガスに移動しました。でラスベガスを移動する時にですね。四時間とか五時間のドライブを一度にムーミンさんにさせるのには限界があるんで、四十五分とか一時間ごとに休憩したんですね。で休憩していったら、途中にですね、キャリコという街がありました。 キャリコっていうのは、年にその放棄されたゴーストタウンなんですね,、えーとですねえー。検索したら出てくると思います。キャリコゴーストタウンで検索してみてください。で、えー、銀が出たんですよね。あのカリフォルニアっていうのはもともと金が出るぞということでゴールドラッシュで開発された土地なんですけども銀が出たそうです。で銀山の鉱山にできた町なんですけども。 1907年に誰も住む人がいなくなってゴーストタウンになってそこから70年ぐらいほったらかしになってきたのがまあ20世紀の終わりぐらいに再開発ということかなこれをもう本当に保存しといて観光資源にしようということで現在はですね入場料5ドルかなんかを取ってですね観光地になってますそこに僕ら行ってきましたでまああの西部劇そのまんまのですね生活の家とかが本当にまんま残ってるんですよ。 その場で捨てて滅びたものがです、ね、残っちゃってるんですけれどもでそこで,です、ねまあ、カフェとかがあったんでもうアメリカ行ったらめっちゃくちゃ喉乾渇くんですねでコーラとか美味しいしビールとかも,もっと美味しいでムーミンさん以外ですね誰も運転しないんでですね <laughs> まあ俺は酒飲まないんですけど俺とムーミンさん以外みんなですねあのアメリカ人の貧乏人がみんな飲むというバドライトが、ね、グイ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 飲んでいい調子になってるんですよ。でそれで、カフェに行きました。 で、カフェに行くと、当時のアメリカの生活で、テーブルの上にですね、ピーナッツが山盛りになってですね、殻付きのピーナッツですね。で、このアメリカのなんか西部劇ではですね、そのピーナッツを床にこう捨てちゃうんですよね。であの、殻を。 で、ピーナッツの中身を食って殻をガンガンガン床にしてるんで、当然その店でもそういうふうにやってるんですよ。なので、床歩くとみんながピーナッツの柄踏んでガリ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 行ってて、お雰囲気あるねあるねとかって言いながら、まあ、そこの写真館行ったりですね、あとお土産物とか行って、おいいねいいねっていうふうなことで休憩時間を楽しんでたんですけど、上の方の だんだんその高山の山なんでちょっとずつ上に行くとですね当時の生活が残ってるんですねであ当時こんな風呂に入ってたのか当時こんな店でなんかみんな酒飲んでたのか飯食ってたのかっていうなんか博物館みたいになっててで一番上の方行くとですねもうあの当時の人が住んでいた家が残ってるんですねで家って言ってもですね木で作った家は麓の方にあるキャリコの町でも金持ちが住んでる町だけで上の方に行くと本当にその 鉱山の街だからです、ね、岩家に住む家をそこに住んでる人たちっていうのはあの木でわざわざ家を建てないんですよそうじゃなくて岩穴に穴を掘ってそこにドアとかをつけて住むっていうですねなんかこう横穴式住居をみんなことやってる人が多いんですねで上の方へ上の方へ行くとですねそういうふうな,なんかこう家の意見があったんですよでドアがあって中のぞけるようになってるんですねでもう僕は暑いししんどいしでしんどかったんでですね暑いし もうしんどいしでもういいやと思ってたらですねムーミンさんがですねこう中の覗いてるんですねでああなんか面白いんかなと思ったらムーミンさんがですね覗いてたらですねくるっと振り返ってですねふって座り出しちゃったんですよ「ムーミンさんどうですか面白いですか?」って言ったらもうあの瞬間のムーミンさんの顔俺一生忘れないと思うんですけどもなんかね顔色が真っ青ということもないんですけども この世のもの世もとは思えなないような顔をしてるんですよね。で、こうやって「えどうしたんですか?」っていや何も言えない」っていうふうに言われてで僕それで覗いてみたんですよ。僕も覗いてみた瞬間に本当に言葉を失っちゃったんですけども中普通の家なんですよ。ドアがあってその歪んだ土台にドアが無理やり取り付けられててで絵はがきぐらいはがきの大きさぐらいの窓があるだけの岩をくり抜いた部屋 なんですよね。で、そこの中にベッドがあって、台所があって、生活感があるんですけども、それを見た瞬間に何だろうな、ゴーストタウンというかな、その銀座に暮らしていて、多分そこに住んでる人っていうのは一生の間そこを抜け出せないんですよね。えー、生まれて育って風景がずっと変わらなくて、で、えー、毎日毎日も働いてそこに住むのがやっとなんでしょうね。本当あの。 建物のサイズでいうと2畳ぐらいの部屋が1つあるだけの建物なんですけどもでそれ見てですねあの心の中が本当に空っぽになっちゃって何でしょうね俺あのなあのね感動した泣けたっていうのはやっぱり違うなって思うんですけども本当の感動ってですねショックを受けて唖然とするだけなんですよね。 あのすごい感動っていうのは何かを見た時に唖然としたり呆然とするっていうのが本当の感動でそれを商売になるようにエンターテインメントになるように薄くスライスするんですよで薄めにスライスしたら蛍の墓になるんですね。で途中でかわいそうっていう解釈を思いついたらやっと泣けるようになるんですけれども。 ホタルの墓を最初見たときはやっぱりみんな呆然としちゃうんですね。どう捉えていいかわかんなくて。そこでかわいそうな話なんだっていうふうに自分に言い聞かせて泣くことで、いわゆる人間というのは感動の吐き出し口を見つけるんです。でその ホタルの墓をさらに薄く、薄く、薄く薄くスライスすると、もうの店になるんですね。もうの店を見て、おお、本物通りだ、感動したっていうようなこと。僕らはそれを薄く、薄くスライスすると、感動することができるんですよね。あの、なんだろう、君の名はもそうなんですけど、薄くスライスすると感動することができるんですけども、分厚いですね。アメリカのステーキみたいなのを現物で出されるとですね、ムーミンさんみたい顔が真っ青になってですね、なんか、 俺たちもっと真面目に働かなきゃいけないなっていうの。やっと帰りの車の中で言葉を見つけてですね。こんなアメリカに来ておもちゃ買って日本で高く売りつけてるんで商売なんかやっちゃいけないとか、僕は僕でなんかニコ生でなんか週に1回好きなことを喋って金をもらうなんてことをやっちゃいけないっていうふうに思うぐらいのですね、人生が変わるような衝撃を受けた。これがですね、僕はあの貧困だと思います。あれがそのキャリコの街で見た何でしょうね。 どこにも行き場がなくてその中で生きてるんですかで僕らはそこで生きてる人のエピソードも知らないしどんな人が住んでたかも分かんなんです部屋を見てそれももう人がいなくなった部屋を見ただけなんですけどもそれを見た時に貧困っていうのはさっき話した蛍の墓みたいな世界のことでですね 蛍の墓というのは原作者の野坂昭之っていうです、ね、おっさんがですね試写会から逃げて「もう二度と見たくない」と言ったので有名な映画なんですけどあの自分の子供の頃にあったのが本当の話なんですね実際は、えー、自分はその妹野坂昭之という作家はですねあのー、本当にあの通りの話なんです違うところは主人公が死ななかっただけで後に文学者になって野坂昭之になりましたというところだけが違うんですけども、えー、とですね えー、お話はです、ね、母親がまあまあ入院してしまってセータとですね、えっ、ーと,えー、というです、ね、2人の兄弟はですは、ね、親戚の家で暮らすとでも親戚の家で仲が良くなくてです、ね、セーター飛び出して2人で飛び出してです、ね、防空壕で暮らすとで防空壕で暮らすんですけどもそのお兄さんのです、ね、セータっていうのは今でいうコミュ障なんですね。 大人の人のととううまくコミュニケーションが取れないというか、多分お父さんがですね海軍の偉い人だったのであのプライドが高すぎてですねあの他の人とですね話をすることがあんまりできなかったんですねなのであのご飯を食べさせてもらうとかですねそういうふうなことができずで親戚の人に冷たく当たられてついつい外に飛び出してしまったんですね。で なので、例えばその自分の妹の体が具合が悪くなった時にお医者さんに見せることはできるんだけどお医者さんに栄養のあるものを食べさせなさいというふうに言われた時に栄養のあるものを食べすると言われてどこにそんなものがあるんだどうやればいいんだって心の中で思うんですけどもお医者さんに相談できないんですねそのまま帰ってきてしまう。で結果的にその、えー、節子は死んでしまうんですね節子が死んだ理由は 貧しくて死んだんだじゃないんですよね。それ映画の中でも語られてるんですけどもセーターはお母さんからいざという時のために預かった銀行口座があってその中に7,000円入ってるんですよ7,000円っていうのはどれくらいの値段かっていうと当時戦後すぐに500円生活って言われたことがあってですね500円あれば1ヶ月暮らしていけるって言われたんで、まあ、現在の貨幣価値の100分の1ぐらいだと思ってくださいつまり7,000円っていうのはですね70万円ぐらいの値打ち多分もうちょっとあったと思うんですけどぐらいの値打ちはあったのでですねセーターはですね だろうな節子にご飯を食べさせることはできたし医者に見せることもできたぐらいですからあの飢え死にさせることはなかったんですね。でもそれは後から見ている金を払ったら物が買えることが当たり前の僕らの話であって当時はですね物を買おうと思ったらそれは物々交換であったりもしくは、えー、どこで物を売ってるのか知ってる人だったら行って買えるんですけども。 コミのにはです、ね、そういういい能力がないんですね。銀行に口座あるんだけどもこれはどうやったらいいんですかと人に頭を下げて聞くこともできないプライドがあってできないですし だろう妹がいたら妹のためにご飯を盗んできてやろうという行動はできるんですけどその時に見つかった時に「すいませんすいません」って殴られることはできるんですけど妹が飢え死にしそうなんです「助けてください貯金はあります」みたいなことで人に頼ることもできない。結局そのは、は僕は蛍の墓だと思うんですよ。金があるとかないの問題ではなくてそのお金を使うことが怖くて。 なんだろう、自分をどんどん追い込んでしまう。で。うん、って言ったら、今の言葉で言ったら情弱かもしれないし、セーターはコミュ障かもしれないんだけども。どう振る舞えばいいのか、わからない結果、妹が死んでしまうという状況なんですね。決して戦争が悪いわけではなく、貧乏が悪いわけではなくて。なんだろう、自分の頑なな心とかですね、そういうふうなものが。 妹を死にややっててしまうというそこらら、ら辺がやりきれない話だから僕らは見て感動すするんですよつまりなんでかわかんないけど心が思い切り揺さぶられるとそこでかわいそうな話なんだって落ち着けどころで僕なんか泣いたりすることもやっとできるようになるんですけどもあの何ですかね「貧困と貧乏」というのはですね違うっていうのがちょっと今日の主題なんですけども。 セータがいたのは明らかに貧困なんですよ。つまり貧しくて困ってる状態ですね。でも、その困ってるのが貧しいが、故ではなくて貧しさとか自分が弱者だとか、何にも知らない。子供だっていう。結果、動きが取れなくなって本来だったら。 だって7000円の貯金があったんですから絶対に2人とも戦後の世界を生き延びれたはずなんですけどもそれが見えなくなってしまっているその視野が狭くなっている状態というのが貧困の恐ろしさだと思います。ちなみにあの 後にですね、こうホタルの図っていうのはですね、すごい名作のものでクロスアキラはですね、アニメなのに超感動してですね、素晴らしいあなたは素晴らしい映画を撮ったっていう手紙をですね、何を間違えたか宮崎駿に送ったそうですね <laughs> で。宮崎駿めちゃくちゃ複雑な顔をしたっていうですね、伝説がちゃんとウィキペディアに残ってます。<laughs> いい話だな。<laughs> もうそのあのクロスアキラの勘違いもですね、あの宮崎駿 宮崎駿の微妙な顔もですね、宮崎駿と高畑勲の微妙な関係もですね、二人でですね、なんかお互い15分の短編映画を作るはずが、お互いが伸びていって意地になって二人でも長編映画になってしまったっていう、そういうエピソードを知った上でこの話を聞くとですね、なんかもうその宮崎駿の複雑な顔が見たくて見たくてですね、しょうがないんですけどもですね。あの時代はですね、その、 蛍の墓の時代です、ね、戦後すぐの時代誰もが貧乏だったんですよねじゃあみんなが貧困だったかとそうではないとつまり誰もが貧乏だったんだけども誰もが飢え死にしたわけではないんですねつまり、えー、貧乏というのは状態なんですねで貧困というのは解釈だと思います、まあ、ちょっと具体的に言うとですね貧乏というのはですねお金がないとこれ貧乏です状態ですからでもお金がなくても平気だっていうふうに言うこともできるんですね ところがお金がなくても平気だという人が自分の子供がですね我が家は貧乏だという理由で友達にいじめられてるっていうことを知ってしまった瞬間にこれ貧困になるんです、ね、つまりなんだろうな状態は変わらないんですよ。自分の家は貧乏だっていうのは変わらないんですよ。それを気にしなければ貧乏のままだから問題は発生しないんですけども。 我が子がそれでいじめられててそれに関しては何ともできなかったりするときこれはその聖太がですねその節子に関して何も手が出なかったのと同じですね貧乏がゆえに打てる手が何も思いつけなくなってもしくは視野狭作になっちゃってですねそれで困ってしまったりですね心が病んでしまう状態が貧困なんですね困ってしまう状態です貧乏というのは貧しく乏しいって書くんですけども貧困というのはですね貧しくて困る状態なんですね 困らないかり貧困っ,っていうのはですねあのその意味では解釈の問題だからですねセクハラとかいじめとすごい似てるんですねセクハラっていうのはですねあのあこれはセクハラですよって言ったらですね必ずそんなもんセクハラじゃねえよバカっていうおじさんは必ず現れるんですよねでこれは絶対にセクハラだっていうガイドラインを作るのも事実上不可能なんですよ。 でいじめもですね、いじめの事実はなかったとよく学校側が報道したりするんですけどす、ね、これもですね、本人の解釈の問題で、顔や態度にですね、いじめられてるというのが出ないというのは当たり前のことなんですね。そうじゃなくて、毎日明るいようにしてる。だから家族も気がつかなかった。でも、本人の心の中は地獄だった。これがいじめなんですよ。貧困も同じで、貧乏というのはただの状態なんだけども、それによって心、本人の心の中が地獄になってれば、これが貧困です。 貧乏は状態で貧困は解釈なんですよ。で何を持っているから貧困ではないんですだからテレビと NHK で報じられてるです、ね、女の子がですね何をまあお前別にコピックを持ってようがですねアニメグッズを持ってようがこれを持ってるから貧困じゃないということは本来言えないんです、ね、それによって本人の心の中がどうであったかなんですよ。 でツイッターとかでですねこんなもの買ってやった買ってやったを今日は合流したって言ってるのはですねそれはいじめをやってる人のです、ね、ツイートを見るようなもんでその部分だけを見てもしょうがないんですねそれによって本人の心の中が本当に真っ黒けだったらそれは貧困だろうしそれは本人の心の中が真っ黒けだったらそれはいじめなんですよねあの貧乏と貧困の差っていうのはですね何を持っているかとかこれを買ってるから貧困だ貧乏だっていう話じゃないと思います でもう一つ難しいのはですね日本はさっきも話した都市社会なんですねつまり貧しくても豊かな暮らしができるという社会なんですよキャリコっていうです、ね、そのゴーストタウンはですねだからお金がないということはイコール本当に最低の生活になってしまって辛いことになる貧困なんですねでアメリカにはキャリコみたいな街ゴーストタウンじゃないんですけどそういうの街がまだまだいっぱいあってですね公共サービスが全然ない街もいっぱいあるんでですね アメリカには貧困がまだいっぱいある。お金がないと本当に生きていけないんですね。で、アメリカ人の決まり文句にですね、お前がそんなに賢いなら、なぜお前は金持ちじゃないんだっていう。まあ、これ決まり文句みたいなのがあるんです。どういううな意味かっていうと、頭がいいんだったらお前金儲けてるはずは成功してるはずだっていう考え方なんですね。そんな考えなので、お金がないイコール貧乏ではなくてですね、お金がないイコールかわいそうな貧困だっていうのがですね、アメリカ、 人が持っている考えであって、それを僕らは輸入概念として得てしまっているもんだからですね。現在の貧困問題というのがあると思います。あの。今のね、日本にはね、金がなくてもですね。サービスとかです、ね。物はある程度あるんですね。つまり江戸時代と似てるんですよ。豊かだけど、貧乏だっていうのはですね。今の現在の日本の。実態、実際の層だと思います。実際の層っていうか、実装って言うんですか。 あの実態だと思うんですけども貧乏だけどオタクグッズ買えるしコピックを全色揃えることはできるそういうふうな貧乏人がいるつまりコピックを揃えたり、えー、オタクグッズをバカ買いできる貧乏人は山のようにいるんですねフェラーリ貧乏という言葉があってですねフェラーリ持ってるだけでアパートの2枚のアパートに住んでますって貧乏人がテレビに出てますけどもですね <laughs> そういうのも当たり前なんですよ。日本人のですね実は これ僕の,です、ね、あの解釈なんで,です、ね、誰にも話したことないんですけども今の日本人の95%がそれは、えー、昭和の終わりから平成の頭ぐらいにかけて日本人に中流意識というのができてその中流がそこそこ豊かであったんですけどもこの30年間で,です、ね、それがまあまあ崩れてですねでまだ自分は普通だとかですね 思っている人も多いと思うんですけども僕を含めて多分日本人の95%はすでに貧乏なんですよただ貧乏だけども豊かだから気が付いてないだけでですねまあ俺たちはみんな貧乏なんですね既に。<laughs> えー、であのー、限定 会員限定のですね、もうすぐ始まるですね、限定放送を見るのにですね、あの、500円払ってる人はですね、金持ちだから払ってるんじゃないですね。貧乏だけで豊かだから払ってるだけであってですね。決してですね、私たちは貧乏人をジェット損してるわけではなくてですね。<laughs> <laughs> 貧乏ながゆえに岡田としての番組に500円なんか払ってたまるかっていうですね、豊かさを持ち合わせてない人が外れていくだけであってです <laughs> 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 まあ、ここら辺だと思うんですよつまり何に金を払うのかとかです、ね、そういうふうなものっていうのはあんまりです、ね、貧しさと関係ない時代に僕らはいると貧しいんだけど豊かだっていう時代に僕らはいるとでなので,、あのーですね、あんまりです、ねえー、これが貧困これは貧困じゃないっていうのはです、ね、さっきも言ったようにいじめとかセクハラと同じように本人の内面の問題いわゆるの問題 えー、貧乏だけど平気だったのが子供が貧乏だっていうふうなことでいじめられると知った瞬間の親の心と同じように解釈次第の問題になってきちゃうんですね。でみんな貧乏という社会ではどういうことが起こるのかというとあのハッカーと画家っていうですね 著作がありましたアメリカ人のですねハッカーの人が書いたまあ、名著なんですけども、えー、これあの内中身がですね翻訳したものがですね無料でですね全文読めるようになってますんで,ですねまあ、皆さんも探して読んでみてくださいでそのハッカーという画家の中でですねいじめがなくならない理由というのは書いてあるんですねそのいじめがなくない理由っていうのは閉じ込められていて逃げ場がない環境アメリカの いわゆる中学校とかですね高校みたいなもんなんですけどそういうふうな部分では必ずいじめるっていうのが起こるとんでかというと中の人間にあまり差異が見られなかった場合閉じ込められた人間というのは必ず最下層の人間を見ていじめるようになるっていうもうこれは別に日本だけでなくて世界中同じなんだなっていうのがよく分かることが書いてあるんですけどもあのー、NHK でですねこの女子高生は貧困ですというふうに取り上げると。 でもしかし貧困というのは解釈ではないんですね。でおまけに NHK の視聴者、NHK を見てる人の95%も貧乏なんですよ。 なのであの番組はどんなことになってしまったのかと貧乏人に向かって「はいこれこそ貧乏です」っていうのを放送しちゃったわけです。そうすると周りの貧乏人は一斉にですね NHK の人はですねみんな年収がですね1,000万以上の年収が1,000万以上って言ってももうすでに日本人では日本ではどうかわかんないんですけどですねあのもう日本では数少ないエリート層になっちゃったんでですね、あのー 貧乏人に向かってこれこそが貧乏ですっていう番組を見せちゃったらですね、それはいじめも起ころうというみたいなんですね。ハッカーと画家に書いてあるように、差異がないサークルの中に違うものっていうのを見つけたり、目立たせたりしたら、そこにいじめが発生するのは当たり前であってですね。えー、僕らは全員貧乏であって豊かな貧乏人だった、なんだっていう認識からスタートしないとしょうがないと思うんですね。NHK の人はいまだに日本には 普通の人がいて豊かな人がいてそして貧困っていう層がいるって思ってるんですけど多分そうじゃないですねもう本当に困ってるいわゆる困窮していいいるる人とうのはいると思いますよ。でもそうじゃなくてうーん貧乏というのは全員当たり前でその貧乏さをどういうふうに乗り越えるのかっていうのは住んでる都市部とかもしくは友達関係によってその貧乏さんの生活レベルが変わってきちゃう。具体的に言うと、 友達の中でステップバン持ってて、車自由に使えるやつがいたら、あっという間にショッピングモールとかバンバン行けて、昼間でもお金全然稼がずにそれなりに楽しい生活を送れるんだけども、友達がいなくて、その友達もほとんど車なんか持ってなかったら、すべて歩ける範囲で田舎で暮らしていかなきゃいけないから、これは本当に貧しい生活になっちゃうわけですね。豊かでない生活になっちゃう。豊かさとお金っていうのは必ずしも関係してないところ。で、おまけに全員が ほぼ日本人の95%が貧乏だという前提を共有してないところからあの番組の不幸なすれ違いというのを思ったんじゃないのかな豊かで普通の私たちに比べて貧乏で困ってる人がいるよっていうですね取り上げ方自体がトンチン感なんですね僕らはみんな貧乏で困ってないだから貧困じゃないんですよあの僕らはもう困る時があってですね困った時に逃げ道が見つからない時はそれが貧困なわけですねで それがニッチもサッチもいかなくて、サラキンどころか闇金まで手を出しちゃうと困窮という状態になるとですね。貧乏、えー、貧困、困窮ですね。貧乏というのは単なる状態で、これは全員、僕ら全員が貧乏だからあんまり気にしなくていいんですよ。で、それが時によって貧困という気持ちになっちゃう時があるんですね。で、それが困窮という状態になったら、これはもう本当に救いがなくなってきちゃうんですね。 ええー、貧乏でも平気だったら、まあ、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなとは思います。えー、みんな一緒で安心、まあ、そうですよね。貧、は、乏、いはい、っちゃ、まあ、貧困ではないっていうふうに助田さんから書いてあるんですけど、貧乏っちゃまってなに。貧乏っちゃまってなんですか。おぼっちゃまくんに出てくる。はい、えー。キャラクターなんですけれども、<laughs> 私がこれ以上説明しても、うん、多分。<laughs> あの伝わらないはずなので、はい、これは落としていいですか <laughs> すいませんお坊ちゃまくん見てませんからいえ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 えー、まあまあまあ大きい話としてはこんなもんなんですけども <laughs> <laughs>、えー、長谷川豊の人工透析炎上問題について一言ですかあのー、我々の95%は貧乏でありですね日本人の95%は貧乏であり えー、私たちの中のですね 8割はバカなんですよね。<laughs> なのでですね、長谷川豊さんの人工透析問題に関しては、僕は長谷川さんが言ってることは、何一つ間違ってると思いませんけども、何一つ間違っている、いないからといって炎上しないわけがないと。あんな言い方すれば、それは炎上するようなで, <laughs> で、炎上して別に何も悪いことないんじゃないあれで炎上したら、本人も本望だろうと思いますけども。<laughs> <laughs> あの、僕があの前にですね、君の名はバカでもわかるから、 ヒットしたと書いてですね、このタイトルだけでですね、すごい叩かれたことがあるんですけども、その昔ですね、あのー、有吉さんが言ったようにですね、えー、メジャーというのは何かというとバカに見つかることっていうふうに言いました。でそれと同じようにですね、まあ、長谷川さんもですねメジャーになったんだなっていう感触で、まあ、こういう言い方をすれば逃げなのかな、あの。 人工透析問題に関しては多分数値的な部分ですかそれもあの長谷川さん自分のブログでですね数値的にはこういうふうになってますっていうふうに、まあ、あの説明しててですね僕はそれを読んでる限り納得してるんで,ですねそれの数値的な例えば、えー、人工透析を受けている患者の8割までがこんなやつなんだというやつが7割かもわかんないし6割かもわかんない逆に9割かもわかんないそこら辺の数字は、まあ、あの主論経論っていうふうな言い方をするんですけどもつまり あるローンを張るときの幹になる部分か枝になる部分かっていうやつですね。で、えー、何割が人工透析の何割を受けてる人の何割がですね、本来はまあまあ本人が言うところによると罰が当たったような状態なのかっていうのは主論ではなくて経論だと思うんでですね。言ってることの主論自体は、えー、人工透析をこんな調子でですね、無制限に、えーあえー、補助を与えては えー、健康保険制度はもうそもそもが成り立たないものがさらに寿命を縮めてるぞという長谷川さんの主論自体は何にも間違ってないと思うんですね。ただ、主論と経論の見分けもつかないバカが人口の80%いるっていうことが、これはマスコミ人だからしてて当たり前なんだからですね。<laughs> 炎上してもそれはしょうがねえなって思うんですけどもね。どうなんでしょうね。ネタに困って炎上商法に手を出した。 ああ、そういう言い方もあるけども、ネタに困って炎上方法、商法に手を出したっていう決まりフレーズを並べてもですね、僕たちの知的レベルは上がらないからですね、<laughs> まあそこは愛の手みた,たいまで、よっ、成田やみたいなもんで、よネタに困って炎上分に手を出したいう程度にですね、とどめておいて、それをですね、自分の、なんだろうな、決まりフレーズにしない方がいいと思いますけどね、余計なお世話かもわかんないけども。 <laughs> あと何かな、えー、電通不祥事、なぜ新聞は、テレビ新聞は報じないのって書いてあるんですけど、電通がですね、はい、これある、えー、と報道によるとですけれども、はい、えと緊急の社会議員をやりました、はい、でそこでどうもすみませんでしたと、はい、虚偽報告をしましたと。誤りました。はい、で、えーとまあ、そのレポートが、まあ、要は、えー、とインターネット広告、いろいろ出してますけれども、うん、そこの成果を改ざんしたと。うん そこで、えー、と約111社、電通、うん、とつながる111社に対して、うん、そういう不正な取引があったと、うん、いうふうに誤、まあ、ったそうなんですけれども、はい、これについて、まあ、この事件について、えーうん、新聞やテレビ等で一切報じられないぞと。うん、じられないねそうだ うん、なんでですかと。なんでですかと。それはなんか、あのー、なんで、えー、なんだろう、ワイドショーは、あの、ジャニーズさん本人、ジャニーさん本人に、スマップ解散の時に言いに行かないんですかと全く同じでですね、それがテレビ新聞じゃないんですかということなんですけども、なぜ、なぜ報じないのという言い方で、 炎上は可能なんですけどもそういうかまととも,もう俺たちもそろそろやめた方がいいじゃん。<laughs> さっきの「よ炎上処方!」というと同じで「よなんで報じないんだ!」というのもこれもですね愛の手であってですねまあ俺たち視聴者も無垢じゃないんだからピュアなですね純粋によって「なんで報じないの?」とか思っ,ってるわけじゃねえんだからそこはお互い本音でいきましょうや。 <laughs> ええとですね <laughs>。あのー 先週ですよ、ね、ホリエモンと一緒に人生相談のイベント出てきて、あの、僕とホリエモンが二人いて、一人10分、えと、ー、僕とホリエモンに自分が抱えてる問題っていうのをバーッと相談するみたいなのがあってですね。まあ、あの、人生相談したらホリエモンがバサバサ切るもんだからですね。<laughs> みんな途中ゼ絶句するんですよ。で、ホリエモン聞くことなくなったからホリエモンが、だからさー、お前さー、アイドルとかと付き合いたいと思わないのと <laughs> う、言うわけですよ、ね。で <laughs>、また何聞き出すんだと思ったら、アイドルとか付き合いたいと思うでしょと、いうふうに、いきなりこう、 から入ってですねいや、俺横で切ってアイドルと付き合いたいと思わないけど、そこら辺、ホリエモンは本当に、なんていうのかな、ポンコツだよな、というかですね、己の中に価値観のないやつと思ってです <laughs> <laughs> って、<laughs> そしたらこう言われた方も言われたので、そうです、ね、付き合いたいですって、こうアイドルと付き合いたいですって言うんですよね。で、アイドルなんかとは全然付き合えるよとか、こうホリエモンが言ってる。その時に僕は思ったんですけども、まあ確かにホリエモンが言ってること本当は本当なんですよね。あのアイドルとかと付き合う付き合わないというのはちょっと関係な話なんですけども、あの距離と高さは違うんですよね。ついついなんかあのある。 例えばアイドルとか女優さんとかですねそういうの好きになったりするとそれは距離なんですけども本当は高さあの本当は距離なんだけど高さだと思っちゃう人がい,ないつまり自分には手の届かない存在だと思ってそれを高さだと思っちゃう人がまいすいだから自分がそこまで登らないと手が届かないって考えちゃうんですけどもあれ純粋に距離の問題だからですねそこに近づく環境に行けば自動的に恋愛のターゲットの範囲になるんですよね。なので あの高さと距離を間違えちゃいけねえよなっていうのをですね。 聞きながら、こう、ぼんやりと、こう、思ってました。で、俺も一生懸命、アイドルと恋愛したいだろうって方、はい、したいですって。だから、だから、それで、だからっていう接続詞って言っただから世の中には不可能なんかないんだよって言ったら、そうですねって言ってて、うわ、これで人生相談になるんだって思って、俺。<laughs> 結構ですね、感動したりしましたっていう話を最後にしてですね、えー、公式放送の方はこれぐらいで終わります。あの、限定の方ではですね、先週のですね、サーダマルというのをですね、 ちょっと村上さんにですね、えー、解説したですね見えない演技と見えない構造というところからですね「さだまをちょっと村上さんに解説したんでですねちょっとその話をしてみるのと。 あと、その、なんでじゃあ、その、まあまあ、さっきの貧乏の話の続きになっちゃうんですけど、アメリカというのは何なのかって、アメリカをちょっと素因数分解してみようかなっていうことと、あと、あの、その村上さんに話すときに一番受けた話ですね。いや、こんな夢見たんだけどっていうです、ね、岡田敏郎見た夢ですね。主演富野義季という話をですね、<laughs> 限定放送してみようと思います。限定放送をですね、最初の10分ぐらいですね、えー、そのままチラ見、つまり無料で見れますからですね、皆さんも、これ上の方にジャンプのリンクが出てきてるのかな。 はい、はいえー、上の方にですねジャンプのリンクが出てきてるそうなのでですね、えー、これこのまんま切り替わりませんからですね限定放送の方にジャンプして皆さんも、えー、少しの間お付き合いください、えー、それでは公式放送ですねまと、あ、つは来月ですねえー、っとまああのその時の時事ネタをベースにしてやってみたいと思いますそれではまたまあの限定放送でお会いしましょうじゃあ切り替えてください